Luke chapter 12, verse 15. Then he said to them, "Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions." 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다 Luke chapter 12 verse 15 Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다 Luke chapter 12 verse 15 Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions.于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対して、よくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke chapter 12 verse 15 Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다
너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다 Luke chapter 12 verse 15 Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke chapter 12Verse 15. Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke.Chapter 12, verse 15. Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke.Chapter 12, verse 15. Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke.Chapter 12, verse 15. Then he said to them, Watch out and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。
それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。Luke chapter 12, verse 15. Then he said to them, Watch out, and be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in any abundance of possessions. 于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心。因为人的生命不在乎家道丰富。それから人々に向かって言われた。あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。たとえたくさんのものを持っていても、人の命は持ち物にはよらないのである。그리고사람들에게말씀하셨다。너희는조심하여온갖탐욕을멀리하여라。재산이차고넘치더라도사람의생명은거기에달려있지않다。